どうもこんばんは、平井博明です。よく右向いてこう捕まえるために右向いて打てってやられたことあると思うんですよ。ドロー打ちたい、フック打ちたい、まあ、とにかくスライスをなくしてボールを捕まえたい、その、まあ、やり方が意外と勘違いされてる方だったりとか多かったんですよね。で、まあ、ボールを捕まえる、あとはダフってしまうとか左に引っ掛けるとか、一つでも当てはまる方はこの動画最後まで見ていただければと思いますので、ちょっと撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。大元はボール捕まえたい方が見ていただきたいんですよ。よく構えてこうバックスイング取って、で、まあ、右向いてる時に振れっていうと、こうインサイドアウトが出来上がるんで球が捕まるっていうのがこのやり方多かったりしますけど、右向いてこう胸止めて打つんですよ。目線だけでいいですよ。こうやって取って、もちろんボールは見てるんですけど、この顔の向いてる向きはこっちで、目線だけこう左とかって多いと思うんですね。だしたら顔はこっち向いてるイメージで、肩は回転するんですよ。こうやってこれ肩止めてこうやってやるから引っ掛けるんですよ。あとは右向いてんのに左振っちゃうとか、このままだとこうやって肩回るじゃないですか。こうやってこうやって使うから右向いてもう全然違う。横に回ったんだから横に回ってあげないと、ただ右を向いてるだけなんだから顔が。そう、要はこういう状態をいつものターゲット、今向いてる方のターゲットに作ってあげるだけで、下半身はターゲット向いてるわけだから、これで肩止めてこうやって打ったら、それはアッパーで煽るわね。それはチーピン出るし、右プッシュも出るかもしれない。ここでこうやって振ってあげなきゃいけないわけじゃない。そこは分かってないのそこまで教えてくれてないのかな多分ね。俺は右向いて打ってってあんま言わないから。そうだよね、うん、と思って、右向いて打つのはいいけども、やり方よね。ここでこうちゃんとこうやって回転しなきゃいけない、うん、それがすごい大事ですよ。それ右向いてない時で肩回すのと、右向いて肩回すのでどんな感じで違うの？例えば正面向いてる時に肩回したらストレートボール、うんうん、ターゲットに対してラインがクロスしてる。でも右向いて肩回転して打ったら、うん、ターゲットに対してこうクロスに打つから、下とねじれてるじゃん、うんうん、そうするとやっぱフックボールになりやすいよ。あ、そうなんだ。だからもちろん球をこう左に置いたりとか、オープンスタンスにしてこうやって顔がこっち行ってるような時にこうやって回転するんで、こうこっちの外スピンがかかってこうフェード系になる。入射がどう変わるの？いや、なんか結局そこに戻すのは同じだからさ、変わんないんじゃないかなと思っちゃうんだけど、こう、うん、こう、うん、こうよね。あ、それ向いてる向きで、向いてる向きで、そう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 、そう、これもね、うん、これぐらい、これぐらい向かなきゃいけないって言ってんだけど、うん、あの向いてんのって例えば、うん、これが正面だとするじゃん、うん、したらこれぐらいよ。やっぱりそうなんだ、うん、こっち向いてたら当たんないから僕はそうだよね。そう、最初からここに構えとかないと。ああ、はいはいはい、そう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 。だからそれもあれよね、度合いの問題よね。右向いて振るって言ったらこの辺なんだ実際。あ、もうそんだけ。そういや、右向いたところでそこに戻すの変わんないんだから、うん、そんな変わんないじゃんと思ってんだけど。そう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 、そもそもヘッドが出てなかったら意味ない。ああ、全部。そう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 、こんなもんよ。あ、こんぐらいの差、うん、これぐらいの差。ここ胸、ここ向く、ここ向く、ここ向く、うん、ああ、うん、じゃあ全然わかんないぐらいだ。うん、わかんないぐらい。それだいぶ捕まるってことだ。それでも言い張ったもん勝ちだから。ドロー出たら今右向いて打ったって言えば、やっぱり右向いたらドロー出んだねってそんなもんだから。だからそのイメージがあると結局突っ込まないから、右に球を押し出せてリストターンしてフェースが、例えばフェースローテーションを入れたら誰でもドローはかかるわけ。だからそうやってドロー打ったってなってるだけで、軸が真ん中よりも左に傾いてなかったら、フェースターン強かったらドロー出る確率は相当高いから、8割以上出るんじゃないか。だから軸がこうドローを入れようとか捕まえようとかして、軸がこうなるからスライスするわけよ。はいはいはい、うん、結局これもドロー出ないからね。あ、そうなんだ、うん、こうなってないと出ないから。はぁ、うん、これ一見綺麗そうでしょ、うん、もうこれドロー打ちに行くさ、 OB 出そうになるから、そうドローってこうやって使うから、うん、こうストレートフェードってこうやって使う。はい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 、はい、そう
こうかこう、これドロー出るから、ね、うん、これフェードストレート、これそこだけやるとまたなんかそうやって動くとってなるけどってことで問題になります。そうでしょ、問題になります。じゃなくて結局ドローンの出る入射をさせようと思ったらそういう風にそこがなってるだけでそこいいのまた押しといてそうだよ。だけど今の説明しちゃうとドローンはこうやってやったらドローンが出るってなるなんでしょ。違うんだよ、こう力入れたいからこうやってやった方が入れやすくないって言ってるだけだよね。そうだよね、そう切り取る場合はそうやってあ、うち切り取る禁止ですそういうことだよね。そう綺麗にバックスイングこうやってこうやってあげようとしてドローを打とうとしてる人は、うん、結局波打たないとか打てないよねって、うんうん、だからその波打つのが嫌だったら最初からこうやったら波打たないでしょって話、うん、波打つってこういうことです。これが嫌だったら、でドローが打ちたいんだったらこうやってこういうバックスイングを取った方がいいです。こうやってそしたら波打たない、こうまっすぐ上げてドローに入れたいから波打つんですよ。こうやってまっすぐ引こうなんてどうでもいいんですよ。そのまっすぐ引いたから何なのぐらいのそう、引いたことが満点じゃないんで軸もすごい大事で、だこうやってたらフェードスライスはほぼほぼ不可能じゃないですけど打てないですよね。前に軸傾かせたまま、まあ、右向いては打てないのか。そっちに傾いたまま右向いて打つとどんなの、まあ、意味わかんない。ああもう低いチーピン、あーこうなるからドライブかかるんだね。そっか、そっかそっか、るスマッシュになるんだ。そうもう結局じゃあ逆にこうなってスライス打とうとしたら、うんうんうん、切腹になるからね、うんそっか、うん、そっちに傾かせてカットに入れるんだ。でも知ってる、平気でいるよ、平気でいる。そう、タイガー切ってるようになっちゃう出てくる出てくる、エオキさんが出るから世界のエオキが、エオキさんが出ちゃうというのが、まあ、無意識の方がもちろんほとんどなんだけど、わざとやる人はもちろんいないから、うん、だけど気づいてほしい。今日の人なんてスライス直したい、カット直したいって言ってアドレスがこうだ。あ、じゃああれだ、あスライスが出ちゃう方だ、確定。え、軸だけで結構直っちゃったりするのじゃん。いいこと言ってるね本当そうなの。へえ。例えばインサイドアウトに触れたいからっつって、うん、こうやってアウトに上がっちゃう、うん、それ直すのって例えばこうやってやってる人にこうは上がんないんだよね、うん、こうやってやったらこうやって上がんない。あ、そうだね、そっちに傾いてアウトに上げたら、ただなんか上にそうだよね上にやってるだけになっちゃうよね。そうこれがこうなっただけじゃん。そしたらさ、触れないもんね、ボールに。膨らぼう触れないの。そうだね、上から下にズドンやるだけで横に触れなくなっちゃうんだね。 それこそ切ってるそうだけど、そうだからこうやってなきゃいけないもん。ああそうだね、横に振ろうとしたらね。でもじゃあ分かりやすいよね、ちょっと大げさにちょっとこうやって傾き強くしてってやらないんだよ、恥ずかしいんだって。え、でもそんぐらいなら分かんなくない、今ぐらいだったら。そう、あどうでもいいよそんなの。ねいやちょっと今のぐらいだったら分かんないよね、店。そう、形気にして帯打ってんだから、あ逆でしょって。だからそういうのが多い、めっちゃくちゃ多い。だからやりたいことを大げさにやってみて感情をつかむことをまずやった方がいい。大体ね、綺麗に上げようとして、うん、こうやってやったんですよ。こうやって。そうやっぱ捕まり系、いや球を右に出すのは難しくなるからね。反り腰になっちゃったらこうやって。だからそういうのが分かってきた方がいいですよ。まあ多いなやっぱな。ちょっとまあ気をつけてその練習場で正面から。取ることはなかなか練習だと難しいんですけど、まあ、ちょっと空いてきた時間とか一発とかだったら、前の打席いなかったらまあちょこっとギリギリまで置いて取ってみるとかやってみるといいかもしれないです。友人とかいたら一番ですよ。ちょっとその意識を取り入れて練習してみてください。これはもう本当にお願いいたします。そろそろあれか、オンラインサロンのコンペか笑そういういい、いいや、大丈夫です。気に入っていただけたら。
最後動画の最後にオンラインサロン絶対入んないでくださいとか言ってるじゃないですか。そう、何にもやんないんで入んないわけです。絶対入らないでください。コンペなんてやんないんで、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。